はい、OK です。今回ですね、神王が亜種に行ったろうかなと思います。早速目の前に落とされたは、まあ、結果オーライなんだけど、心の準備ってやつがあるんですよね。で、神王が亜種は、記録見たら、ハンターノートを見たら、多分3頭か、4頭か5頭か、そんぐらい討伐してたんだけど、まあ、もう記憶薄いんでこいつからやっていくわと。で、一応見たらあれなんだね。ラージャン、通常個体のラージャンから、そもそも追加モンスターだったんだね。そして、あれだわ。片手剣って一応傷つけ2回組なんだけど、このアッパークロー自体に傷つけ1回分の効果があるから、実質1回組として扱えますよっていう情報を知って、めっちゃいいじゃんってなったわ。これまだ怒ってない？じゃあとりあえず吹っ飛ばししたいな。怒ってないな。ただ生存のためにちょっと回避距離をつけたんだけど、アッパークロムズすぎるんだよね。当てるのがこの段差でならないんだ。段差ではならないんだね。その奥のところに当たったから結果オーライとして、なんかダウンしながらも君なんかあれじゃない、竜虫集めてない？やめてくれよ。てかあれか、頭じゃなくて腕を傷つけた方が良かったのか。こいつのこの攻撃ってさ、竜属性なの？それとも雷属性なの？一応どっちも耐性マイナスではない状態ではあるけど、てかあれだわ、小さい隙にはフォールバッシュで、大きい隙にはジャス、大きい隙つか、可能な時には可能な限りジャストラッシュした方がいいっぽい。なんかジャストラッシュのモーション値が強化されてるらしくて、どっかのタイミングで、それからジャストラッシュが超強くなったんだって。だから一番最初俺がやってた頃は多分ジャストラッシュそんな強くなかったらしい。あぶねえあぶねえって、天使の装備着てるから別に死ぬことはないんだけど、可能なら天使の装備を長生きさせたいよね。ここフォールバッシュで妥協だな。ジャストラッシュしてってもよかったか。いやでもフォールバッシュの駆け上がりの時点でひるむんだったらジャストラッシュも多分無理だったよな。いやどうなんだろう、つか TA 動画でも見てくれよかったかな。ちょっとなんかや適当にやり慣れたモンスターの TA 動画でも見て、片手剣のこう何いい動き方をちょっと勉強してもよかったたなぁと思う今日この頃だが、ここジャストラッシュワンチャンいけるのか、近かったら。あ、いや全然いけるな。でも今のちょっと長かった気もする。さあ帯電状態っていうのかになったんで、おーおーって言ったけど、おいあれか、普通の陣王がとあんま変わんないな。これタックルは危ないと。さあ爆破、そう俺覚醒武器でね結構いいの手に入れちゃってたから、やばいかも。うわなんか見覚えある気もするわ。先に回復でよくない？なんで一回脱いだん？今のタックルなんか見覚えある気がするわ。いやいいね神王が君、かっこいいよ君。でも通常個体の方がわりかしこうデザインとしては好きかな。こっちはこう中二すぎてちょっとかっこいいかっこわらみたいなところまでいっちゃうかな。まあ、十分かっこいいんだけどね。てかあれか、傷つけし直すか。いやでも今危険か、怒った、本怒り入ったから、帯電状態かつ怒り入ったから今傷つけは非常に危ないねえ。 OK、いいよ。尻尾もちゃんと避けれてる。やっぱりねマスターランク上げと玉集めで神王が通常個体を何周もしてるだけあって、ある程度動きが分かるぜ。ま全然違うところもあるが基本は一緒だからな。てかそれだこれだ、怒ってる時はノリを狙えばいいんだな。怒ってない時はまあ傷つけなり何スリンガー張り付きなりクラッチクローな。スリンガー張り付きて名前出せ、クラッチクローなりでダウンだったり傷つけたり狙ったりして、あっぶねー。怒ってる時はノリで安全性とダウンを狙うのがいい感じか。
あ、やべ、タイルだ。いや、あれだな、怒ってても怒ってなくてもノリは平等に安全に狙えるっていうのめっちゃでかいな。ここは、あ、最悪。なんで後ろ向いてんの、最悪だな。てかダウンしてる時ってさ、傷つけと火力どっち優先した方がいいんだ。ワンチャン傷つけを優先した方がいいのではっていう気がしないこともないけれど、いやさすがに火力だよな。いやでも傷つけで3分間火力大幅アップって考えると傷つけの方が強いんじゃねっていう気もしてくるんだよな。そこら辺はおいおいだな。まあ TA 動画とか適当に見て勉強してもいいかもしれん。お友達が警戒してるやん。あーっぶねー、今の当たってないんだ。回避距離やナイスー。いやワンチャンマジ回避性能をつけてもいい気もするけれど、やっぱね今後戦う相手なんだっけ、怒りはぜるタケリハゼルブラキリオスとかを考えると絶対回避性能より回避距離の方がいいと思うんだよね。危ないよな。クソ、今のはモーション絶対分かってたのに適当な回避をしてしまったわ。てかさ、ワールドの陣王がさ、あの雷の弾がさ、めっちゃエフェクトが分かりにくいよね。尻尾を避けて叩きつけ叩きつけタックル。いや分かってたのに今の避けらんないか。とりあえず回復最優先、うん、オッケー。どっかで傷つけしたいが俺火事場がそう、これね、あのカイザー装備とマッスル装備使ってるからあれなんだよね。これ間に合うか、傷つけまで行かせてくれ。オッケー。いやだー、火事場が入ってるんだけど火事場を使うわけもないのでマジでいらないよなまあでもないよりかはマシの何保険の防御力と考えたら悪くはないのかもしれん。まあでも火事場が発動する防御力の時には防御力上がったところで死んじゃうよねっていうのがあるのだけれど、あー最悪かこれ、鬼ごっこしちゃうか。いや大丈夫。はい、いやスリンガン貫通弾相変わらず強いな。貫通弾となんだっけ粘着弾みたいな、粘着弾がこう頭とかに貼り付けるとそれがそのままスタンを何取ってくれるというかスタンチを貯めれる攻撃になるから、通常攻撃でもワンチャンスタン取れますせみたいな、なかなかすごいよね。え、おお、4段目までか。さすがに5段目までは来ない。うえー、あっぶな、あっぶね。変身使って安全になっとくか。さすがにこの本怒り帯電状態いつ死んでもおかしくない。いやでもさすがにね耐性値がどっちをマイナスじゃないからそうそう死なないと思うんだよな。調子乗ったか。ちょっとね適当なジャストラッシュは控えた方がいいかな。いやでもジャストラッシュやっぱ火力が段違いだからこういう時この転身とか使ってるんだったらわりかし脳死で打っちゃって良いんじゃないかという気もしてるんだよな。挑戦者解けた、さすがに怒り解けたか。怒り解けたなら吹っ飛ばしを狙いたいよね。ほい、あこれさすがに怒り解けてるでしょ。ただ回避距離のせいであのクラッチクローがマジで狙いづらい。あスタミナがね、最悪だな。転身も切れちゃってスタミナも切れちゃって結構危なくはあるが、ちょいドドガマルに注目してんじゃないよ俺。ここ頭に貼り付け、オッケー。おい、よく言う、お前ふざけるなよ、それはないだろう。しかもクラッチクローの後あれなんだよな、なんかしれっと、あ怒ってますねこの今日。今あれだわ、顔面殴ったけど方向が変わんなかった気がする。それとも先に怒り方向が入っちゃったのかな。
真実は闇の中ではあるが、とりあえずあの翼竜くんはマジでありえない。さすがにこっちがさ、クラッチ苦労してる時にさ、翼竜が邪魔してくるのはさ、ないでしょう。カプコンさん、翼竜くんにちゃんと言っといてください。挑戦者切れた。オッケー、じゃあ、てか待って、あれだわ、傷つけする時じゃない時は普通のクラッチクローでいいんだ。アッパークローを狙わなくていいんだ、ふと思ったけど。傷つけする時はアッパーの必要があるけど、ぶっつけする時は通常のこれでよかろうなのだ。オッケー。でこの時背中から素材が取れるっていうのがあるけれど、別にジンオウが足の装備、その素材とかさ、俺一回倒してるから解放されてたんだけど、別に引かれなかったから特に取らないぜと。また大技だ、突進。2回目タックル。今の俺を狙われてたら間に合ってたかな。結構際どかったかな。なんだこいつ、突進の後まあまあ後隙あんのか。あー、方向逃げるか。おい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 、逃げないでくれよ。え、なんで戦闘継続してるん。ライドコールできないのだが。おい、よく、お前さー、バルノスか。その名前覚えたぞ。お手つき1回か。こいつはあのお手手ボーン2回目やらないんだね。地盤沈下やめてー。地盤沈下本当にいじらしい、いやらしいねえ。今クラッチクローだったのに、段差のせい、もう段差のせいでクラッチクローがキャンセルされるんだよな。不動装備使って強制傷つけつけるか。頭、オーケー。まだ傷ついてたか。まあいいか、傷はつけ直ししといて損はないでしょう。抜身、尻尾、オッケー。爆破も入って、300ってなかなかいいダメージ知ってるよね。ほい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 。最悪、もう全てがうまくいかない。して体力結構危ないかな。てかこいつ腹硬くね。腹か肩か、肉質的には首なのかな。ちょっと奥目に回り込んだらすっげー肉質硬くてなえたわ。ちょ、違うでしょ。回復させてもろて、爆弾持ってないか。つか、まあお薬増やさせて。あれ、俺、危ない危ない危ない、何やってんだ。バクステがなんか振り向きガード切りに暴発して泣いちゃった。やべ、あ、不動の装備で初手方向も効かない。尻尾からの突進、突進、突進、うん、あぶねー。つか途中食らってたな俺。不動の装備でよろけてないだけで余裕でダメージ入ってたわ。あぶねーな。不動脱ぐか。で次のなんだっけ、転身もわりかしもうちょっとで溜まりそうな雰囲気ある。いてー。でこれまだ怒り溶けてないから痛い。ちょ、あの俺を腹の中に買うな。ほい、なんだ、え、ノーモーション帯電、転身の装備ナイス。ノーモーションで帯電入ったよね。だって怒り状態から怒り状態に移行したってあれか。ちょい怒りから本怒り的なあれか。いや違うよな。でもこいつやっぱあれか、ダウンモーション中とか何もしてない時も、あぶね。てかそもそもあれか、あのこの帯電モーション入ってない時ですらじわじわ虫が集まってる時はやっぱその間もずっと虫集まってるような合図なのか。ブラキディオス追ってくるか、追ってこないか。追ってきてくれたらね、こいつらまあ縄張り争いは多分しないと思うけど、軽く戦ってくれてちょっと俺が嬉しいことになるんじゃないと思ったけど。抜身、2回目突進、うわー、ぶれ、マジで段差、お前ええ加減にせえよと思ったけど、今乗れば完璧なんじゃない。乗れねえのかよ。
ちょ天身の総意の回避で俺の乗り攻撃キャンセルされたんだが、乗れないのかよ。あれ弱った？いや違うよな。いやでも下の生命ラインもなんかあれだわ、ちょっと波が弱いわ。え、まだ弱んないよな、さすがに。まだ15分だぜ。ほら本怒り状態入ってる。挑戦者も発動しちゃって、もうやる気満々よこの子。突進。そう、片手剣はね、ちなみにどっからでもジャンプ攻撃できるんですよね。あ、こいつあれか、あの虫の束を飛ばすんじゃなくて、いでー落雷にするんだ。あの時普通の通常個体だったらさ、こう弾をピョーンって飛ばしてくるモーションの時、こいつはあれなんだ、落雷に入るんだね。あ、上に行くかな。上ってことはワンちゃん寝るか。あれ、ここかけり虫ないっけ。かけり虫じゃなくてあのくさび虫。あれあれり。いいね、マジくさび虫は個人的に超好き。いやまあかけり虫も最高なんだけど、やっぱくさび虫には勝てませんわ。どうしよう、これ傷つけ入るのがいいかな。傷つけスタートかな。さすがにお薬増量しといて、ほい、傷つけさせてもろって、乗りたーいね。とりあえずここで戦うのやめませんか。ここで戦うの圧倒的に僕に不利ですよね。下に降りよう。お前が降りてきたら俺がその上からジャンプ攻撃をするっていう完璧な作戦なわけよ。わけよ、なんとかなわけよが伝わるやつ絶対ねえだろうなって毎回思いながら、結構個人的に危ない、こすってしまうわ。いや結構今焦ったよ。結構本気の危ないが出たからね。突進、あぶい、抜進抜進。こいつの突進ってこの壁貫通していくか、来なさそうだな。これ届くんですね。じゃあここのノリでダウン取って大ダメージ取って、もうお前は終わりよ。ドクロマークまだ見えないか。つか乗ってるとき単純にドクロマーク、つかあれか、戦ってるときドクロマーク出ないか。てかさ、この飛び移るときってさ、一体何のボタンを押すのが正解なの。俺わかんなくてとりあえずいろいろ押してんだけど、クラッチの L2 とか攻撃の三角とか、とりあえずいろんなボタンを同時押ししてるんだけど、あの引き剥がされたときの乗り直しのボタン、正しいボタンどれ一体。まあ右上にボタンが乗ってるのかもしれんけど、俺が戦闘中にそこを見る余裕があるわけもなく。さあここのジャストラッシュで気持ちよく終われ。終わらないんだなこれが。おい、なになに、怒っちゃって反抗期ですかこの野郎。おいて、切り上げ、切り上げ、切り上げじゃないな、あっぶね、あっぶね、今めっちゃ変なもう回避しちゃったと思ったけど、やっぱ回避距離のおかげで雑な回避がそのまま生存につながるんだよね。雑な回避の後隙を狩られにくいってのがマジで回避距離最強。痛い、猫のそのミツムシナイス。しかも何だったろう、あれだからね、今一応もしてないどころか、猫のミツムシ回復で実質ゼロオツ目が存在するからさ、それを考えるとめちゃくちゃいいペースなのではないかと。せっかくだからあれか、強化打ちとかやっとくか。あれ強化打ち R1 か。そう、スリンガーを打つのが R1 だっていうあれが、強化打ちからのジャストラッシュで気持ちよくなれないと。抜進、尻尾、いいよ。お、終わった。お前さ、今ので死ぬならさ、もうちょっと前のジャスラで終わってくれてもよかったんじゃない。サービス精神が足りねえよ。そう、バウンティーのためにね、骨塚とかたくさん集めないといけないんだよな。あれなんですよ、鎧玉を
今使ってる装備のちょっと前に使ってた装備に鎧玉ぶっぱしたせいで全然鎧玉が足りなくて、とにかくバウンティーやりまくって集めなきゃって感じなんだよな。